小田急7000系電車、小田急7000系電車、小田急7000型電車は、1980年以降に、小田急電鉄、小田急が運用している、特急用車両、ロマンスカーである。箱根方面への特急ロマンスカーに使用されていた、3000系 SE 車の置き換えを、当初の目的として登場した、特急車両で、それまでの特急ロマンスカーのイメージを尊重しつつ、 斬新さを追求し、居住性や機能性の向上を図った。ラグジースーパーエクスプレス、略してルスという愛称が設定され、1981年には鉄道ともの会よりブルーリボン賞を授与された。1984年までに44両が製造され、1995年以降は車両更新が行われたことにより、外装デザインが変更されたが、 2007年には1、編成が登場当時のカラーリングに復元され、その後2012年以降に稼働する編成は登場当時のカラーリングに復元された。小田急では、編成表記の際には、新宿型先頭車両の車両番号、新宿型の車号、両数という表記を使用しているため、本校もそれに習い、特定の編成を表記する際には、7021の、ように表する。 また、特定の車両番号から、デュハ7800番台などのように表記し、3000系、初代は、SE 車、3100型は、ムス車、本形式7000型は、ルス車、1万型は、ヒセ車、3万型は、EE キシー車、5万型は、ファシア車、日本国有鉄道については、国鉄、箱根登山鉄道箱根湯本駅へ乗り入れる、特急列車については、 箱根特急と表記する。小田急では、1957年に SE 車を、1963年には全面展望席を設けた特急車両として、ムス車を登場させていた。その後、1970年代に入ると設計当時に、対応年数を10年として設計した車両であった、SE は老朽化が進み、保守やサービスの面からも検討を要する時期となっていた。 このため、1976年からは、SE 社の後継者として、新型特急車両の事前調査研究が開始された。当初計画では、SE 社の後継という位置づけで、MS 社を6両固定編成として、それまで MS 社が使用されていた列車に新特急車を投入する案や、20メートル級のボギー車4両編成に、するという案もあった。また、展望室は、 サロンルームにしたり、座席を外に向けたりする案もあった。この時期には、ムス車が検査入場した場合には、SE 車を箱根特急に使用することを余儀なくされ、輸送力が不足する状態になっていた。また、新型車両を製造するのであれば、ムス車を上回る車両を製造した上で、ムス車を置き換え、捻出されたンス車によって、SE 車を置き換えていくことが望ましいと、 結論付けられた。また、SE 社やんす社に引き続き連接者とし、編成長や定員は NS 社と大きく違わないようにした。1977年8月には、社内で検討会を開催。1978年秋には、特急ロマンスカーの利用者に対してアンケート調査を行った。これらの検討やアンケートの結果を踏まえ、 1979年には製作前提の設計図をまとめるために製造メーカーも加わる共同研究に移行、1980年2月には正式発注となった。こうしてミス社以来18年ぶりの新型特急車両として登場したのが LS 社である。日本車両製造や川崎重工業からは様々な外装や内装の案が出ていた。 本節では、登場当時の使用を基本として、造備途上での変更点を個別に記述する。更新による変更については、遠隔で講述する。ルス車は11両連接の固定編成で、形式は、先頭車が制御電動車の出羽7000型で、中間車は両端とも、付随台車となっている車両が、付随車の左波7050型で、 それ以外の中間車が電動車のデハ7000系である。編成については、間末の編成表を参照のこと。戦闘車は、車体長 16,150mm。全長は、新宿方戦闘車が 16,390mm で、小田原方戦闘車が 16,310mm。中間車は、車体長 12,100mm。 全長 12,500mm で、車体幅は 2,900mm である。車体は側板、屋根板は、それぞれ 1.6mm、1.2mm の厚さの後代構成後半を、床板は厚さ 1.0mm ステンレス板を採用した。車体断面は下部を半径 2,500mm の緩いカーブで絞り込み、側面上部を3度の傾斜角で内径させた、形状とした。 また、SE シャトンス社では、車体中央部を低床構造としていたが、ルス社では展望室部分を除いて、平床構造とし、車体の上下寸法も拡大された。先頭部の形状は運転室を2階に上げ、最前部まで客室とした、全面展望構造の流線形であるが、全面客室窓の高さを 850mm と、広くしたほか、シャープな形状を強調するため、 正面腰板との境界を直線上とした上で、前面窓の傾斜角を、ムス車の60度から48度と強くし、前面の透過類や、相性表示器、ダンパーを車体に埋め込む構造とした。原案ではさらにシャープにするデザインも検討されていたが、レジャーとしては、和やかな雰囲気をという理由で、丸みを帯びたデザインとなった。また、2階の運転席部分の形状は、 屋根の上に乗せたという感覚をなくすようにデザインされた。これら前頭部形状の設定にあたっては、10分の1や20分の1の模型の作成、さらに原寸大のモックアップを作成した上で、細部にわたる検討が行われた。先頭のスカートの内側には、異常時に使用する格納式密着連結器、警敵、電子警報器、補助警報音を発する装置、 展望必要の冷房装置が装備されている。標識とは、運転積層下に設けられた。正面の相性表示器は、SE 車、ムス車では、アクリル板を交換する方式であったが、ルス車では、自動膜式とした。通常、こうした、表示膜装置は、垂直な平面に設置されるが、ルス車では、車体全部の局面に合わせて、水平方向に巻き取る方式とした。 側面客用扉は各車両とも一箇所であるが SE シャトンス車では手動式の開き度だったのに対して 700mm 幅の自動開閉式寄り戸が採用された。1999年7月までは特急に乗車する際には乗車口を限定した上でホームで特急券を確認する乗車改札を行っていたため駅での旅客扱いを考慮し 半自動扱いも可能な回路となっている。側面窓の配置は、幅 1600mm、高さ 800mm の固定窓を、窓柱の幅を 340mm として配置した。先頭の上無印出は7000系乗務員室隣の窓と、中間の出は7000系の車端部の窓については、幅を 765mm とし、出ハ7000番台。 手フ七7800番内の連結面側車端部には500ミリメートル幅の乗務員扉を配置した。車両間の貫通路は1200ミ、mm、リメートル幅の広幅となっているが、通路は下部が絞り込まれた形状となっており、床面での貫通道幅は800ミリメートルとなっている。ムス社では一部を除いて貫通扉は設置されていなかったが、ルス社では 先頭車と隣接する車両間を除く貫通路に両開きの自動扉を設けた。この扉はミス車と同様に開放的な雰囲気を出すことを狙い、茶色がかった透明アクリルで構成した。連結面間のホロは SE 車やミス車と同様にないホロと外ホロの二重構造としたが、外ホロについては布と発泡剤を使用し変形のないものとした。 塗装デザインは SE 社及び NS 社で採用されたオレンジバーミリオンホワイトグレーの3色が小田急ロマンスカーのイメージとして浸透していることを鑑み腰板部分の白線が NS 社が3本であるのに対して NS 社は2本であるという相違点がある程度で NS 社とほぼ同一とした室内の配色については室内全体の明るさを強調した 軽快な感じを出すことに重きを置いた。座席は、回転式、リクライニングシートを採用、シートピッチ 970mm で配置した。小田急において、リクライニングシートの採用は2 3 0 0系以来で、あるが、これは1978年秋に実施した、アンケートの結果、要望が多かったものである。また、座席は省力化対策として、折り返しの車内整備の際に、 スイッチ操作による一斉転換を可能とした。これは空気シリンダによって作動し、リクライニング状態を元に戻した上で回転動作を行うもので転換クロスシートで自動転換が可能な座席は前例があるが回転式リクライニングシートの自動転換は日本の鉄道では初めての採用例である。座席自体はバケットタイプでセスリ形状に工夫を凝らしたほか。 表地は、オレンジとベージュのツートーンとし、列車両端の展望室については、臼社では、定員が10名であったものを14名に増加させた。また、臼車では展望室の天井は2階の乗務員室の張り出しがあったが、ルス社では乗務員室の張り出しをなくした。また、天井は、円形ドーム型の二重天井とした上で、間接照明とダウンライトを採用。 さらに展望室の窓には日よけのレースカーテンを装着した。側壁はベージュ系の布目柄、天井は中小柄とした。床もベージュ系の色としたが、通路にはセピア色のカーペットを敷いた。このカーペットは二次車7021以降は赤色のカーペットに変された。サハ7050番台の新宿放射端部とサハ7150番台の 小田原放射端部には喫茶コーナーを設置した。喫茶コーナーからの排水は床下に配置された雑排水タンクに貯留、車両基地で排水を行うことにした。デハ7200番台の新宿放射端部とデハ7600番台の小田原放射端部には男女共用和式トイレ、男子雇用トイレ、化粧室を配置したが、トイレでは従来の貯留式を物タンクに変えて、 お物循環処理装置を採用した。また、化粧室からの排水はタンク貯留式とした。留守車では営業船でのトラブルを回避するため、主要機器についてはすでに実績のある製品を使用するようにした。また、将来の御殿場船直通用にも同一機器で対応できるようにした。また、伝説車であることから軸重の均一化を図った。運転手が乗務する。 乗務員室、運転室は2階に上げた構造で、すでに守車で採用実績があるが、平均身長の伸びを反映した改善要望もあったことから、守車より室内を広くし、合わせて居住性と操作性の向上を図った。この結果、留守車の運転室には同時に3名まで乗務、可能である。運転室への入り口は、守車では、展望室内天井の左側。 運転席の背後下に設置されていたが、留守車では右側、助手席速配効果に変更した。また、運転席パネル類は、デスクタイプとし、スペースを確保するために、主管制御機とブレーキ設定機を一体とした、ワンハンドルマスコンとしたが、ワンハンドル式の主管制御機は、小田急では、初採用ある。マスコンハンドルの右側には、主電動機の磁気並列切り替えと逆転機を一体に、 下ハンドルが設置され、左手の位置にはそもそも即制動ハンドルが設けられている。なお、緊急時には乗務員が直接車外に脱出できる構造としている。車掌が乗務する乗務員室、車掌室は戦闘車の連結面寄りに設けられており、運ス車では片隅式だったものを、留守車では左右両に配置した。なお、運転室、車掌室ともに、 機器の動作状態を示すモニタ装置が設置されている。主電動機については、平坦線近高速度時速 145km という高速性能と箱根登山鉄道線内の40パーミル勾配を走行可能な途半性能という2つの条件を満たすために出力 140kW の直流直巻電動機を採用し、各電動台車に2台ずつ増加した。 東洋電気製造の TDK-8420A 型、三菱電機のメガバイト -3262A 型を併用しているが、小田急車内ではこれらの2種類の電動機を、オア7000系と総称している。制御装置は、東京芝浦電機、東芝の発電、そもそも即制動付電動カム軸式抵抗制御装置である、 mm-39A 型を採用し、デハ7000番台、デハ7300番台、デハ7500番台、デハ7800番台の車両に搭載した SE 車、MS 車に引き続き東芝製の採用である。この制御機は1台で4つの電動機の制御を行い、1C4M、主回路接続は4つの電動機をすべて直列に接続する方式。 a 級4 s である。これを一編成あたり4組装備し、並列運転時には4組をすべて並列させる、4並列回路制御を行い、直列運転時には2組を直列にした状態で、1台の制御機で8つの電動機を直列に接続した、2直列回路後となる。直家並列の切り替えは、運転席の自家並列切り替え、ハンドルで行う、直列。 並列運転指定式である。駆動装置は小田急では、初の採用となる TD 平行、カルダン駆動方式、中実地区多は右立つぎ手型で、波数比は80、19イコール4.21とした。制動装置、ブレーキについては、ルシャは、他形式との連結運転を行わないことから、小田急では、初となる発電ブレーキ併用電気指令式、 電磁直通制度の MBSD があったとして、機器や配管の集約化と応答性の向上を図った。また、ブレーキ初速に応じて、ブレーキシリンダー圧力を3段階で制御する方式が採用されている。電力回線ブレーキは特急車両であることから、停車駅が少なく、ブレーキの回数も多くないことから採用されていない。主抵抗機は自然通風式とした。台車は、 連接電動台車が FS508A、戦闘電動台車が FS508 バイト、連接付随台車が FS008 で、いずれも小田急においては2600系以来実績のある住友金属工業製の軸箱支持装置がアルストムリンク式の木羽台車であるが、連接車という特性上から空気羽の取り付け方式はインダイレクトマウント方式となった。 いずれの台車も、車輪径は 860mm で、軸バネにエリコバネを採用した。基礎ブレーキ装置は、電動台車がシングル式、片押し式、付随台車ではツインディスク式、ディスクブレーキである。終電装置、パンタグラフは、デファ7100番台、デファ7300番台の屋根上新軸型車段部と、デファ7500番台、 デファ7700番台の屋根上を小田原型車団部に設置した。冷房装置については、1500キロカロリー H の能力を有する三菱電気製 CU-195 系集約分散式冷房装置を1両あたり3台搭載したほか、列車両端の展望室には4500キロカロリー H の能力を有する三菱電気製 CU-23 を1台搭載した。 CU-23 型は床上には熱交換器とファンのみで、コンプレッサー部分は床下に搭載するセパレート方式である。補助電源装置は出力 149V の c l g 3 5 0ア,ア型電動発電機をデファ7100番台、サハ7050番台、サハ7150番,番台、デファ7700番台の車両に搭載した。 電動空気圧縮機については低騒音型の c -2000A をサハ7050番台、サハ7150番台、デハ7400番台車両に搭載した。1980年に製造された一次車7001-11では新宿方の6両を日本車両製造で小田原方の5両を川崎重工で分担して製造した。 川崎重工兵庫工場で完成した五両を、一旦、日本車両豊川製作所に輸送し、日本車両で11両編成に蘇生した上で、小田原まで輸送することになったが、この時は連接車専用の控え車を製作、連結した上で、兵庫から豊川まで輸送を行った。こうして、同年12月7日に70011が入線し、12月9日に、春高、整備や、 試運転を実施した後の12月25日には、新宿駅で完成記念式典が行われ、12月27日から営業運行を開始した。1981年9月13日には、鉄道友の会より、第24回ブルーリボン賞を授与され、新宿駅地下ホームで式典が行われた。この年には二次車、7 2 1が製造されたが、二次車では、 出は7002.71027702.7802、左70ハ7052の5両が日本車両で、残りの6両が川崎重工で製造されたため、先に完成した日本車両の製造分を、一旦豊川から兵庫まで5両連接に下場で輸送し、川崎重工で11両編成に蘇生してから、小田急に納入されている。 1982年11月には三次車として7031が入選した。この当時、国鉄では新型特急用車両の開発を進めていたが、その一環として通常のボギー車と連接車の比較試験を1982年の11月から12月にかけて行うことになった。国鉄には試験に使用できるような連接車がなかったため、国鉄の申し入れにより、 小田急から、留守車を貸し出すことになった。ボギー車の試験では183系が使用されたが、この車種選定の理由は、重心の高さや和重などの数値が似通っていたからと説明されている。試験車両には7021が使用されることになり、試験に際して、デファ7002の戦闘台車と連接台車のそれぞれ、新宿方の車軸を、測定軸とし、王の工場で、 林軸交換や測定機器の搭載を行った上で国鉄化し出され、1982年12月10日から15日にかけて、東海道本線上で最高速度時速1 3 0トルの走行試験が行われた。この試験では、指定した箇所を本速時速5トルから本速、時速1 5トルまでの速度段で走行する際に、和え、大圧、振動、変異、 騒音などを地上と車内で即する内容であった。私鉄の車両が国鉄の路線上で走行試験を行ったのは SE 社1957年9月の高速度試験の際に実施していた。トルス車だけで沿線には多くの鉄道ファンが撮影に訪れた。この試験により連接車の特性が定量的に把握されたが試験の結果はボギー車と連接車で 乗り心地の差は見られず、同程度の性能という結論であった。ただし、台車構造の差が測定結果に強く認められたため、十分に違いを把握したとは言えないともしており、曲線の通過性能については、今後さらに検討を要するとしている。唯一、車両元の振動の差が少ない点について、連接構造による車両間の高速が強いためと認めている。このため、 その後国鉄では連接車の導入は見送られることとなり、その後国鉄から JR になってからも本格的な連接車の導入はされていない。1983年12月に4次車として7041が入線し、これで留守車の増備は終了となった。この時期は輸送力増強と老朽車両の置き換えを進めていたことから年に1編成ずつの導入しかできなかった。 しかし、4時にわたる留守車の導入により、11両編成の特急車の運用に余裕ができたことから、車両検査時に箱根特急に SE 車を投入することによって輸送が不足していた事例は解消された。1985年10月には小田急で初めての車内公衆電話が設置された。1996年から1998年に、 かけて、日本車両において、全編成のリニューアル工事が実施された。外部カラーリングは、非正社と同様のホワイトベースに、濃淡ワインレッドの帯が入るデザインに変更され、全面展望室のある車両のイメージ統一を行った。座席モケットの変更のほか、車椅子対応座席の設置とそれに伴う、出入口幅の拡張700、mm、700mm、1000mm、や、 客室内のカラースキームも、ブラウンノータンを基調としたものとなったことが挙げられる。加えて、トイレのお物処理方式も、循環式から、真空式へ変更されている。また、室内の号車番号や座席番号表示などは、EE キシー車と共通の書体が用いられ。なお、リニューアル車で最後に出場した7041については、電動発電機を イベット素子式の正式系インバータに置き換えている。2005年から2006年にかけて、終電装置を順次量計パンタグラフから、シングルアーム式パンタグラフに変更した。これより少し前の2003年4月から7月に、かけては、ファシア社の導入に先駆けた、車体系車制御の試験として、サハ7052の両端台車を交換した上で、連接部の間隔を広げ、 さらに新宿型にパンタグラフを仮設して、性能確認試験を行った。2007年で、小田急開業から80周年へ水車登場から50周年を迎えるのを記念し、同年7月6日から7041を1999年、以来8年ぶりの急塗装に復元して、営業運転につくこととなった。旧塗装での営業運転は2008年3月31日までの、 予定であったが、それ以降も継続して使用している。なお、実際に走っていた1999年頃までの、キュートの違いとして、先頭部分の窓枠が銀色ではなく、黒色となっていたことや、パンタグラフがシングルアーム式であること、2008年3月以降は、側面に小田急グループブランドマークが重複された、ことなどが挙げられ、また、 各戦闘車の座席の一位の撤去が行われ定員が8人、減っている。2010年1月中旬により、留守車と筆車は部品の一部に不具合が見つかったことを理由として、長野電鉄に譲渡された筆の二編成に関しても、全面的に運用から離脱し、点検を行った。同年4月1日から営業運行に復帰している。なお、この不具合とは、 無関係に、同年1月4日に7021が廃車解体された。2012年2月には、一編成を登場当時の塗装デザインに復元し、一編成が廃車となることが、小田急から発表された。これによって、非災者に準じた塗装デザインの車両による運行は、同年2月19日限り終了し、同年2月20日以降は、旧塗装車両のみでの運行となる。 これに伴い、7031については、旧塗装へ復元され、7011については2月19日をもって運用を終了した。旧塗装への復元が行われた編成については、DATSP の設置工事が日本車両で実施され、この際に、前面の窓枠は銀色のものに戻されている。2018年3月の7万系グス車導入に、 伴う動向が注目されていたが、同年3月15日に7031を6月までに廃車解体すること、7041についても2018年度内に引退予定であることが発表され、5月29日には定期運行終了日が発表され、7月10日のホームウェイ83号をもって定期運行を終了した。 そして同年10月13日に実施されたイベント列車としての臨時運行をもって完全に引退いた。引退後は7041は全社解体され7031の先頭車は海老名駅に隣接して2021年開館予定のロマンスカーミュージアムに保存される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。